どうもこんにちは。こんにちは。下地です。サルトです。早かった。お笑い芸人じゃない。お笑い芸人みたいになって。今日は、この日本人コンビで、まあ、第2回目ということで、まあ、ちょっとサルさんの経歴とか、まあ僕の YouTube のチャンネルでも、まあ、どうやってタイでプロサッカー選手になったんですかっていう質問をこの間いただいたばっかなので、まあ、その辺をちょっと聞いてみたいなと思います。サルさん今年でタイ9年目ということで、まあ、このタイに来るまでの流れっていうか、まあ、タイでプロサッカーをこうやるきっかけとかっていうのをちょっと話していただいたらと思うんですけど、僕の経歴はまあ、ずっとサッカーしてて、で最初日本で、うん、日本で大学を拓殖大学っていう、今小林優選手が、あ、フロンターレ、はい、全然関わりないけど言っちゃいました全然世代がね、世代がまあ関係ないけど、そうだね、3個ぐらいちょっと年代が違うんだけど、うん、そうだね、拓殖大学でプレーして、うん、で卒業した後に愛媛 FC っていうところに入って、はい、でもその時愛媛はJFL で、あ、まだ J、まだ、うん、J1、J2 でもないチームで、はい、で、まあ僕もそこで、その時はやっぱりどうしてもそんな自分の考えというかもうあんまなくて、あ、うん、で、やっぱり監督に、大学の監督に言われるのままに入ったっていう感じで、うん、で、入って、で、まあそこですごい運がよく次の年に優勝して J2 に上がったっていう。あ、うん、なるほど。なんか、あれですよね、サルさんはその愛媛が J リーグ上がって、うん、一番最初のゴール、あ、そうだ、ね、決めたレジェンドってことで紹介されてたんですけど、そうだ、開幕男って5年ぐらい言われてて、そうですね、で開幕男、その次もシンガポール行ってタイに行った時も5年間はなぜか開幕戦でゴールが取れる。ああ、うん、すごいっすね。ね、なんかそういうのがあって。それはなんかやっぱセルフイメージ的なことあるんですかね。だね。でも意識してるわけじゃないですもんね。そうだね。開幕戦に関しては、ね、まあ目標は立てるけど別にそんな、じゃあ開幕戦じゃどうこうとかっていうのはないけど。まあそうですね。うん。もう5年間も決め続けて。そうだね。5年間限定の開幕男。いや、5年もやれば5年、その後は取れないと。ああ、そうです、うん、あ、でも今年もそういえば開幕戦は取れ て、うん、いや、すごいですね、うん、もう本当タイではみんなこうキングサルタっていう、もうキングキングってこう言われて、キングですで、ワンゴンもずっと10番っていうかですよね。そうか、10と、そうだね、マジでやってきて、うん、まあその愛媛は何年、うん、愛媛は2年だね。2年プレーして、うん、その後で、その後に富山の今カターレの前身の YKK っていう、あ、はい、うん、チームに入ってやって、はい、でその後にアメリカに、まあ、ずっと海外に行きたくて、でベッカム選手が行ったってことで、 あれベッカム行って、で普通にしてたらやっぱ知り合えないんで、うん、あれベッカム行ったんじゃあ俺も行こうかなみたいな本当にそんな気持ち で僕ベッカム友達みたいな、そうそう、もう友達、あいつも行ったし俺じゃあ俺も同級生的なで本当にそんな軽い気持ちで、だからもちろん英語も喋んないし、むしろ僕 ABC が言えなかったぐらいだし、だから学校の勉強苦手だったっていう。そうだね、むしろだから全然したことがないというか、まあずっと推薦でサッカーで、うん、ああなるほどなるほど、うん、来たんで、うん、英語も喋れないけど、うん、アメリカも行ったし、俺も行こうかな。そうそうそう、本当にそんな気持ちで行って、すごいですね、うん、それでじゃあ、まあ、つてもなく行ったって感じ。そうだね、全くなくて、でまあ一人、深澤正さんって前横浜マリノスとかがやってた人で前に行ったっていう、あ、別にその時はいないけど、いないけど、まあ、その人とちょっとつながって、はい、どんな感じで行ったんですかって言ったら、うん、まあ、その人もね、インターネット の、 まあ、日本と一緒で1万円払って、はい、トライアウト受けるっていうの、で、まあ、そのトライアウトも行け、もう自分も受かるだろうと思って、もうホテルも1泊しか取らない。すごいすごい、何も今自分で昔思うとなんだあいつと、もっと考えろと、うん、って言うけど、まあ、それが逆に良かったんだと思うけど、でもちろん最初行ったチームがマイアミのチームで、海、なぜかマイアミビーチの、ね、あのイメージも良かったんで、マイアミのチームにちょっと行ってみようと、
トライアウト。陽気な感じがしますね、うん、ビーチ沿いで。ビーチ沿いで。うん、タイで言う風景。本当にああいう感じだったんですよ。うん、本当にビーチの、うん、あったかい感じで。海も綺麗で。うん、で、まあ、ここに住むんだろうって思って、で、トライアウト受けたら、なぜかマイケル・ジョーダンとかっつってバスケのユニフォーム着てるやつとか野球スパイク、うん、野球スパイクのやつもいたり、すごいですね。でこれ大丈夫かと思って、はい、でまあ1時2時選考があって、で朝が1時夕方が2時、まあもちろん2時に行けるんだと思ってたら普通にそこで落とされてそう、野球スパイクとジョーダンに囲まれて一時の落ちちゃった。そうだね、200人ぐらいいたんだけど、もうその全もう全員落ちるというか、もう多分もう取る気がなかったっていうか、もうもうもう、あ、じゃあもう本当トライアウトのお金を、うん、まあ、チームが取るためにやってたみたいな感じだった、うん、そうだね、じゃないかなって今では思うけど、まあまあそのおかげで午後からまあアメリカでフリーター部屋もない、部屋もないね、部屋もない、つてもない、すごいっすね、うん、で、そうそう、それでベンチ座って、あ、これまずいなと思ってて、そうですよね、うん、で、まあ一応親に報告しとかないとなっていうか、はい、あ、落ちちゃったっていうのを話してたら、その時はあれですか、スカイプかなんかですか、その時でもテレビ電話っていうか、なんかネットのそんなに普及してなかったから、もう国際電話だろうとか、電話かけて、で、したらまあたまたま親父の知り合いが、まあもう全然ヒューストンってとこなんで、まあ別に日本で言うと東、まあ、東京と別に沖縄みたいな、で、うん、でそこに知り合いがいるから、まあ、ちょっと連絡してみたらみたいな、でまあちょっとしてみたら、もうその人が、僕会ったこともないんだけど、まあまあじゃあおいでよって、でまあそこで、じゃあ今からヒューストン行きますって、ね。でどうやって行ったんですか、飛行機、そこはそうだね、飛行機で行って、はい、でもうそれも覚えてない、どうやって行ったかもいや飛行機もどうやって撮ったのかで喋れないし、あ、そうですよね、ネットもないし、ABC がまあできない中で、ね、だからまあ最初の時にタクシーで5万円ぐらい釣られたの覚えてる50ドルって言われて、ああ、なんか感覚ないから、はい、なんかまあ聞いてたら5ドルとかなんだけど、50ドル、50ドルって言ったら、50ドルは5000円ぐらいですか、5000か、あ、だからそうか、5000円ぐらいで取られて、そうだね、なんか取られて、うん、で、どうやって行ったか今は覚えてないね、はい、だからちょっとアメリカ話が長くまだあるけど、じゃあ、とりあえずヒューストンまで着いたってことので、まあ一回、じゃあまた次回ということで、はい、あ、じゃあヒューストンからも、まあそんな感じで、先はただ大きい夢を描いて、そうだね、もう飛び込んだって感じの、そうだね、アメリカンドリーム、ベッカムとやるっていうだけで、そうですね、アメリカ編ということで、アメリカ編で、じゃあ次回またアメリカ編の続きということを、うん、はい、それでは今日もありがとうございました。ありがとうございました。